竹井テレコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日もですね、道頓堀食い倒れビル地下ザザでね、呼び込みライブ、今日もネタをやってきました。見てください、どうぞ。さあお笑いライブどうですか。お笑いライブやってますよ。さあお笑いライブやってますよ。さあお笑いライブどうですか。一年よりお笑いライブやってますよ。エスカレーター降りたらすぐですよ。お笑いライブどうですか。ここ空いてる。いい？いい？皆さん時間ある？俺4分しかないけど俺より先に帰らないでね。この前ライブやってて俺の話してる途中2人帰ったのあ、用事思い出したって。俺のネタ見たら用事思い出すんですってようこそ結論から言おうか、犬逃げたよ57歳です。マックシェイクストローで捨てて中身が口に届くまでに立ちくらみします口からよくこぼす食べ物で、おかげさまで猫一匹育ちました。ありがとうございますね。えこの前スマホでね、57歳のおっさんがディズニーランドで一人で楽しめれるアトラクションって調べたら、いつはスモールワールドって出てきたよあれボートに乗って世界の人形を見て回るだけやっけ、何がおもろいのあれ。怖いで、ボート乗っていろんな国のな人形はこんなん世界はって、一番怖い日本やねん。あの和服着た子供がおかっぱで手まりしてんねん、見たら怖いで。世界はほんでボート追いかけていくねん、孔明で怖いねん。あんな、いやいや。そしたらこの前嫁はんがディズニーランド行こう、この年で行って何がおもろいねん、行かへんで、行こうよ行こうよ、行ったらミッキーちゃんとかミニーちゃんのぬいぐるみおるしって、ぬいぐるみ言うたらあかんからもう そっから冷めとるからお前行こう行こう言うから行って、何にも楽しなかった。なんでか知ってる？ディズニーランド着くまでの電車で、これマジやで、双子のおじいちゃん見てインパクト強すぎてもうミッキー入ってけえへんねん。同時に振り返ったで、おじいちゃんってあぁってびっくりして、ほんまにディズニーランド入り口にシンデレラ城がドーン。いや皆さん、シンデレラ城シンデレラ城言うけどね、あれ王子様の名義やで。あの女したたかやわ。そやろ、呼ばれてもない舞踏会わざとね遅れていくねんで、へっぺっぺってみんなに目立つよ。で王子様とダンスや、俺王子様もその気になったら、もうちょっと部屋にどうみたいな気持ちになってると、うわっどうした、いやもう帰らなあかんしみたいな、もう12時やしもう電車ないしみたいな、みんなの聞こえるようにわざとバタ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 帰っていく。ほんで靴脱ぎ忘れていくね。ああ、まあ、王子様も首ったけよ、もう あのガラスの靴忘れていた、あれサイズぴったりのやつは私と結婚する。シンデレラサイズぴったり、王子さんと結婚、玉残しや、したたかやな、あの女だとせんか、サイズぴったりやったら脱げるわけないやんか。そやろ、ほんまにあのシンデレラちょっと調子乗っとる。ほんまにあの嫁のとエレクトロニカルバネードがこう来た時、シンデレラに文句言うたると思ってね、うん、もう嫁の文句言うだろうと思って、こっち来よって、ああああこっち、ふわって見て、俺も、にこって出るって。意外とね、やったろ言うたろとか言うてね、何にもよう言わへん、元ヤンキーです。ありがとうございます、本当にね。まあ、女神では調子乗っとったわ。もう王子様の前でね、我が物顔みたいにね、こうやって手振ってた。お前、王子様のおかげで今のポジションあんねんでって思う。一番かわいそうなピノキオやで。ほんまやで、あれパレードって夜やんか、ピノキオ茶色やんか、見えへんねん真っ暗で。でもピノキオはやっぱりな、謙虚はあの子、僕いいんだって、みんなが目立ってくれたらいいんだって、僕なんかね、切ってくれて椅子にしてくれてもいいんだとか言うてるピノキオ、思いっきり腹伸びてんだけどね
ねえ、ミッキーに言うたって、まあ、こんなんでええんかって、シンデレラ調子乗っとるねと、お前ミッキーマウス主役のお前あのディズニーランドにお前入り口にシンデレラって、シンデレラってええんかって、いいんだってミッキー言う。ディズニーランドの玄関にたとえシンデレラ城があったとしても、お客様の心の玄関には僕がいてるんだって。さすがビッグマウスや。本音をね、ミッキーが言うね、いろんなね、ぬいぐるみが、ぬいぐるみ言うてるからミッキーもね、頑張ってくれてお客さん入れてくれたら、その売り上げが全部僕の懐に入ってくるんだって。さすがビッグバンクや。でもね、ミッキーは言うの、子供を連れてきて、その子供がいずれ大人になって、またその大人になって子供を産んで、またその子供をディズニーランドに連れてくる、またその子供が大人になって子供を産んで、またその子供をディズニーランドに連れてくる。これがネズミ子の始まりだ。今の犬が逃げた時の俺ね、どうもありがとう。はい、ここは楽屋ですが、これ畳もあるんですよ。やっぱりね、楽屋だしね、この広いのがいいね。まあ今日のネタ久しぶりにやりましたが、ちょっともうあれやね、ネタの頻度がちょっと落ちてきたというか、ちょっと、もうこのネタはこのネタかなみたいな感じやね。やっぱりちょっと今新ネタをね2本ほど作ってるんやけど、全然違う定数で作ってるから、これは完璧に完成せんと出したらちょっとバタバタっと崩れて全然ウケへんみたいな状態になると思うんで、そこは慎重に今ネタ作ってるんですが、そういうことです。